それではこれで失礼します。ん？何してんだ？薬が効いてるから今のうちに。ダメだ、寝てろって。寝てなんかいられないよ。作詞の期限まであと1日なんだよ。ねえタクト、また16歳にして。そしたら体のこと気にしなくて済むでしょ。そりゃそうだけど。なんでそんなに無理するんだよ。いいじゃねえか、あの高須ってプロデューサーの曲でもヒット間違いなしなんだろ。ううん、ヒットするだけじゃダメなの。私のこの気持ち H 君にちゃんと届かなくちゃ。ああ、やめたやめた。あ、タクト？協力するなんて金輪際やめた。それどういうこと？もう諦めろ、だいたい作詞なんてお前には無理だったんだよ。あ、ちょっと待ってよタクト。声が出ない。タクトがいなくちゃ、私もう二度とあんな風に。どうしよう。タク、何だってんだ。何かっていうと H、いい加減うざいんだよ。タクト、待ってよ。待ってってば。あんなこと言っちゃってどうしたのよ。ん？わ、なんか、なによ急に止まって。メロコ。ん？なんか喧嘩してるみたいね。行ってみよう。あ、うん。どういう意味ですか？ん？もう曲ができてるってどういう意味ですか？そのまんまの意味だよ。デビュー曲は変更なしってこと。そんな、あの時美月ちゃんの作詞を待つって約束した。このプロジェクトが失敗したらいくら損失が出るのか分かってんのかい？素人に任せて何かあったら君一人で責任持てるの？それはでも約束は約束です。甘いな、そんな考えじゃこの世界でやっていけないよ。どわっと、あっ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 。いい君、ざまあみろ。お前なんかに美月の気持ちが分かってたまるか。そうさ、あいつにとって約束がどれだけ重いか。あ、分かってたはずなのに、俺あいつになんてこと言っちまったんだ。俺帰る。ちょっと、もう一体何なのよ。美月、さっきは俺が。何やってんのよ、さっさと謝っちゃいなさいよ。さっきは俺が。タクト？ん？は？え、じゃあこれ。作詞している間、おばあちゃんがいつ覗きに来てもごまかせるように毛布を丸めて置いてたんだ。なんだよタクト、さっきはごめんなさい。いや、それ俺のセリフ。私、何でもかんでもタクトたちに頼ってばかり。デビューしたいのも H 君に会いたいのも全部私の夢なのに、自分で努力しないなんて最低だね。あれからずっと書いてたのか。うん、随分原稿用紙無駄にしちゃった。でも歌のことたくさん考えられて楽しかったよ。え、私やっぱり歌が好き。さっきもう歌えないかもって思ったらすごく悲しくて辛くって。 H 君に会いたいのはもちろんだけど、私それと同じくらい歌いたいんだ。この気持ちドキドキしてもう止められないんだ。それだよ。え、それって？お前のここから出てきた本当の言葉、それをそのまま歌にしてみろよ。この気持ちを歌に？ああ。でもうまく伝えられるかな。俺には十分に伝わった。え、私にもよ。
わかった、やってみる。そうだ、その息、うん、頑張ってね。うん。これが私の精一杯の気持ちです。よろしくお願いします。まあ一応受け取っておくけど。これじゃしょうがないな。え？あー高須だけど、高山美月の曲別のに決まったって作詞家に断っといて。ん？それじゃあ負けたよ。こんないい詞書いてこられちゃ、コンセプトも衣装も全部見直しだ。それってやったー、採用よ。あなたの詞に決まったの。え？本当ですか？ああ、それでなくてもタイトなスケジュールが君のせいでめちゃくちゃだ。覚悟しとけよ。忙しくなるぞ。はい、頑張ります。ところで芸名はどうする気だい？は？あ、そっか、どうする、本名のままでいく？いえ、それはまずいので。ねえ美月、もし僕たちが離れ離れになったとしても心配いらないよ。どうして？たとえ世界の果てに行っても空に月はあるだろ。だから僕も空を見上げては月を探すから。だから美月はもっともっと輝いてすぐに見つけられるように。決めました。フルムーンで行きます。今の自分はどう映るの？あの頃の小さな人の。初めての仕事なんだからちゃんと見といてやらねえと。分かってるわよ。でもあの子ちゃんとできるのかしら。なんてったって中身が12歳だからな。次回フルムーンを探して初めてのお仕事お楽しみに。